こっちも同じだ。こんなに手応えがありそうな怪人は久しぶりだ。地底人、我々は地球人だ。ね、随分と世話になっているじゃないか。覚悟しておけ。Thank you.
この戦いの高揚感、ゴール！何なのだ、この力は。俺こそ生存競争だ。俺は負けない。バトルは即興だ。忘れていた、この戦いの高揚感は。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格下ヒーローだ。バーガさあやろうか。え、俺は強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし、災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。ほら、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと